はい、じゃあちょっとねお話残り時間で進めていこうと思います。で今日のテーマとしては電磁波や放射性物質の現実と生き残るための対策ということですね。でちょっとまあいろいろお話を詰め込んだというかね、まあ、なるべく話は短い方がねいいですよね。はい、ちょっとなるべく早く早送りみたいな感じでいくと思いますけれども、できるだけちょっとお伝えできるようにしていこうと思います。で、まあ、放射性物質電磁波っていうことで、放射性物質の方からちょっと見ていくと、まあ、今まだ福島原発っていうのは、まあ、正直言うと終わってないんですね、まあ、まだまだ問題が山積みでいろんな、まあ、多分報道とか目にされてると思うんですけれども、今日のたまたま記事というかインターネットでちょっと見てたら、セシウムっていうね、第一原発の1号機2号機の東側にですね、その組み上げる井戸があるんですけど、そこの地下水からセシウムが過去最高値を記録したということで出てましたので、やっぱりまだまだ、まあ、流れ続けてるっていうことですよね、現状としては。でセシウム137っていうのが、まあ、3000ベクレルとかかなりの 高濃度なんですけれども、マンガン54が110ベクレル、セシウム134が920ベクレルとか、やはりいろいろ検出されているので、こういった現状を見ると決して終わってないですよね。まあ、ただ政府とかは結構原発ビジネスを推進しようとしてますよね、うん、だからちょっと、まあ、僕も疑問があるんですけれども、まあ、そういった現状をまずちょっと見ていくと、2014年の5月の15日なんですけれど、この時に3号機ですね、3号機っていうのは核燃料がもう落ちてるって言われてるんですけど、その3号機から汚染水の部屋の外にですね、ストロンチウムっていうのが検出されて、これがですね漏れてるのが発見されて、検出したら1リットルあたり2億3000万ベクレル、まあ、ちょっと桁が違うのでまあ、イメージできにくいかもしれないですけど、かなりというか超高濃度の、そういった検出もされてます。だから、実際見ていくと、福島の現状はかなり厳しいですね。まあ、いろいろね安全論とか、安全だっていう人と危険だっていう人、いろんな情報があるんですけど、現実を見ると、危険だと考えた方がいいですね。そして、福島の、県立大学っていうところが、今ですね、まあ、一応データとかを取っていってる、まあ、一元管理して福島の現状を見ていってるんですけど、福島県の人は検査しなければならないっていうことを言ってるんですね。で検査しなければならないっていうことを言ってるということは、影響がもうあるという大前提で検査していくっていうことを言ってるわけですね。そして、実際はですね、ここから出てくる報道っていうのはかなり隠蔽とかされてるわけですよ。やっぱり出した報道がそのまま正しいっていうふうに見ない方がいいと思います。かなり操作されてます。で実際子どもの甲状腺、ですよね、この甲状腺がんですね、これは実際増えている一方なんですね。起こったのが2011年3月11ですから、それから今2014年の11月の14日ですよね。ということは、もうこれでですね、3年と6ヶ月ぐらいですかね、経ってるわけです。で、大体チェルノブイリの事故とか見てると、4年から5年ぐらいかけて急増してるんですね、いろんな病気とかが。うん、だから、まあ、ちょっと現状厳しいんですけど、多分でもう出てきてるんですよ。甲状腺がんっていうのはもう増えてきてますので、だから非常にやばいなという僕は思ってるんですけど、で実際ここから出てくるデータっていうのは、例えばがんであってもがんでないっていうふうにカウントされたりね、がんであってもですね、大きさが小さいからがんじゃないって言われてデータに上がってるのもあるし、あまり信用できないんですね。でチェルノブイリっていう事故をね、教訓に見ていくと、大体ですね、精神疾患とか、初めに起こってくるのが精神疾患、そして、免疫不全、そしてですね、特に新生児の奇形児、
でこれがですね、チェルノブイリの事故大体 4,5 年以内に起こってきてるんですね。そして 4,5 年ぐらいから、がんとか白血病っていうのがですね、急増してるんですよ。そしてですね、ノルウェーっていう地域があるんですけど、これはチェルノブイリからかなり離れてるんですけれども、ここの地域は、ダウン症が増えてるっていうデータもあるんですね。でこのダウン症っていうのは、放射能が低線量、つまり低い地、そんなに、高い検出ではないんですけど、低い地域なんだけども、低い地域ほどダウン症が増えてるっていうデータもあるんですね。だから、ちょっと浴びたぐらいだったら大丈夫っていうのは、ちょっと考え外した方がいいんですね。そして、ブルガリアっていうところがあるんですけど、ここではですね、心臓疾患、そして、中枢神経、心臓と中枢神経、心臓と神経の異常がですね、増加していると。心臓疾患、心筋梗塞とか、心臓が突然こう、止まるとか不整脈とか含めて心臓疾患と神経障害が異常に増えているっていう現実があるんですね。でクロアチアっていう国がこれも近くにあるんですけれども、これがちょっとデータ 3,500 人ぐらいのデータを取っていったら、やはりですね中枢神経の異常っていうのが見つかってるんですね。 3,540 人ぐらいの人にね。ですからやっぱりそういった意味ではこれからね、日本っていうのは汚染されてる地域ですし、東京でもあちこちで実際今データ取ってる人たちがいて、かなり高濃度の放射線が検出されてるんですね。だからやっぱりそう考えていくと、本当にまだまだ終わってないし、僕らもね、こっちにいるから安全っていうことは全然ないわけです。でもね、今現実はですね、どういう政策が取られてるかっていうと、希釈政策ですよね。薄めて広げてる。例えば食品もそうですよね。食品も全国出回ってますよね。規制ないですよね、ほとんど。規制があるって言っても緩いんですね、非常に緩い。だからほとんど通っちゃう。そして瓦礫ですよね、瓦礫が拡散されている。で政府は何言ってるかというと、食べて応援って言ってるわけですよね。で、そうやって見ていくとですね、土壌汚染の調査っていうのをやっぱりしていかないといけないんですけど、それが、されてないし、土壌汚染を、ね、こう抜き取って検査するんですけど、わざと線量の低いところを抜き取って、検査して大丈夫ですっていうデータが出てるんですよ。そしてあとモニタリングポストって言って、よく全国のですね、全国の線量が、こう一覧、全国一覧でバーって出たりしてますよね。でそれも、わざと線量の低いところに立てて、そして、数値が低くなるように操作されたりしてるんですね。だからそう見ていくとですね、結構現実は厳しいと思った方がいいです。報道を鵜呑みにしない方がいいということですね。だから僕ら自分でやっぱり情報を取って、勉強していく、知識を持っていかないと、言いなりになって大丈夫だってと手放しで喜んでたら、アウトになっちゃうと、体やられてしまうっていうことですよね。で小児甲状腺がんってあるんですけども、これがですね、通常であれば100万人に、1人なんですね。これは 0.0001%、通常、甲状腺がんっていうのは、小児甲状腺がんっていうのは100万人に1人なるって言われてるんですよ。ただ今の現状を見ていくと、福島はですね22万5000人、調べて75人が、小児甲状腺がんになってるんですね。これは確率で言うと0.03% なんですね。ということは、この 0.0001% から比べたら、この 0.03% っていうのは約ですね、300倍ぐらいなんですよ。でこれ見ても福島が安全っていうことは言えないと思うんですね。で、ちょっとね、初めに厳しい現実を言ったんですけれども、対抗策っていうかね、対策もちゃんと言いますので、それをお伝えしていこうと思うんですけども、体っていうのは原則としてね、食べ物でできているわけですよね。僕たちが毎日食べている食べ物で、体っていうのは細胞がどんどんこう入れ替わって新陳代謝を起こして作られていってるわけです。ですから食べ物っていうのが非常に重要なんですね。生きることっていうのはイコール食べることなん、今食べないでね生きてる人もいますけど、
腐食って言ってね、まあ、でもそれは置いておいてですね、やっぱ食べないと生きていけない。で食べ物でやっぱりできている。でもあの放射能だけじゃないんですね。もうあの現状って結構厳しくてですね、厳しくてって言ってあんまあの悲観的になる必要はないんですけれども、農薬とか化学肥料っていうのもですね、やっぱ大量に使われてるんですよ。でこれは野菜のミネラルとかを全部打ち消しちゃうんですね。野菜の持っている本来そのいい体にいいミネラルとかビタミンっていうのを全部農薬とか化学肥料で打ち消されてしまうわけです。この前あの妖怪中の中岸さんね来ていただいて話していただきましたけども、その時もあのいろんな話ね、あの現状を言っていただきましたけど、硝酸態窒素っていうね、その窒素が多く含まれているのは非常に体に良くないとかね、そういう話も出てましたよね。そして お肉とか畜産とかね、お肉とかまあ魚含めて、これも毒だらけなんですね。薬漬けですよね。そして魚はもう海ですから海洋汚染が進んで、で放射能も垂れ流しですから、そういったもので、それであのずっと普通にしてると当然ですね、体調に変化が出てくる。悪い方ですよね。体調悪化してくる。でじゃあどこ行くかっていうと、病院に行く、ね、ただ病院っていうのは、これちょっと過激な意見なんですけど、病院行ったら殺されるっていうんですね。僕は言ってるんじゃないんですよ。あの病院で殺される、まあ、船瀬さんとか、まあ、かなり過激にというか、まあ、本当のことで言ってるんですけど、言ってますし、まあ、この方は、人殺し医療ということでね、まあ、かなり医療の実態はですね、いろんな裏があるということをおっしゃってますし、まあ、この方、宇都美さんという方も有名ですけども、この方も、医学不要論ということでね、現代医学の9割は不要だと、いうことをおっしゃってるわけです。そして、まあ、船瀬さんが、抗がん剤で殺されるとかね、まあ、こういう本が出てるわけですよね。だから病院行ったら、何とかしてくれるっていうのももう幻想なんですね。それも、捨てた方がいいということですね。だから自分の体は自分で守る必要があるということです。でそのためにはやっぱ知らないといけないんですね。知識を、情報を取らないといけない。でそれも本物の情報っていうかね、ちゃんとした情報を取っていかないと騙されるわけです。まあ、いわば洗脳されるわけですよね、その政府とか、食品業界で。現代食っていうのはもう見ていくとですね、現代食、まあ、いろんな、ね、あのコマーシャルでいろいろ食事、加工食品とかお菓子とかいろいろありますけど、それらっていうのは僕らの体を思って作ってくれてるわけではないですよね。全部やっぱり大企業の論理というか、大企業とか販売業者、生産業者に都合のいいように作られているわけですよ。だから保存料入れたり添加物入れて持たせようとするわけですよね。で最近ですね、あのジャガイモ、まあ、これも有名な話ですけど、ジャガイモにはこれ放射線が使われてるっていうことですよね。何のために使われてるかっていうと、芽発芽するのを抑えるためですね。発芽を抑える。食品自体に使うのは禁止されてるんですけども、発芽に使うのは、許可されてるんですね。でもジャガイモに放射線当てて芽が出なくして、それで果たしてそのジャガイモ大丈夫なのかっていうことですよね。でそれとか、添加物でもですね、海外では禁止されているけれども日本で使われているものっていうのが結構あるんですね。で一個一個はたとえね、その食品添加物微量であっても、微量だから大丈夫だっていう人もいるんですけど、微量であってもですね、そのいろんな添加物何百種類ってあるわけですよね。それらがこう組み合わさった時の危険性ってね、誰も調べてないんですよ。だからあの合わさった時の危険っていうのは分かんないわけです。だからそれはもうこれからの僕らの人体実験になるわけですよね。でそういうことを見ていくとですね、やっぱり食事っていうのはすごく大事で、できるだけやはり安全なものを、選ぶっていうのはもう本当にね大事なことなんですね。でそれと同時に、できるだけその自分の体に入れないということをあのメインとして、さらにですね、自分の肉体、それを全部防げるかっていうと無理ですよね。やっぱりいろいろ時々外で買ったり外食したりって当然ありますから、全部ね防ぐことできるかっていうと無理なんですね。だから一番もっと大事なのは何かっていうと、この前 の田中芳美先生のね講演会でもおっしゃってたんですけど、解毒ですよ。自分の体をいかに解毒をの力をつけるか、解毒力をつけるかっていうことですよね。
で解毒力の中で一番大事になってくるのが、この田中先生もねおっしゃってたんですけど、ミネラル、そしてビタミンなんですね。でもこれ野菜から取ろうと思ったら、今の野菜っていうのはさっき言ったように農薬化学肥料がバンバン使われているので、ミネラルビタミンがもうないんですね。だから野菜食べてもこれが入ってこない。だからなかなかその難しいんですけれども、で加工食品に至ってはもうほとんどないわけですよね。加工食品っていうのはもうほとんどビタミンミネラルが、取られたり抜け落ちたり、壊されたりしてるわけですから、ほとんどない。ですから、そういった解毒力をつけるためにこういったねビタミンミネラルっていうのが非常に重要になるわけです。でその中でもう解毒力を一気にね究極的につけるやり方っていうのは何かっていうと、これがですね、断食なんですよね。ファスティング最終手段というかね、ただこれは常に本当はやっておいた方がいいと思うんですけれども、断食をすることによって解毒を一気にすることができるということです。で重金属とかその放射性物質も解毒できるっていうのも言われてますので、もう究極にはここに行き着くと思います。でただね、お医者さんとか普通の人に言わせると、断食とかファスティングっていうのは栄養失調になるから非常に良くないって言うんですけど、でもそうではないんですよね。実際僕も毎月だいたい3日から5日ぐらいしてるんですけど、非常に体がすっきりして調子がいいので、やっぱりそういうふうに定期的に断食をするっていうのは非常にね、体その都度解毒していけるのでいいと思います。で本当は1日断食とかでも、あるいは1食抜くとかね、そういったところから徐々にこうやっていくと一番いいと思います。で朝人参ジュースに変えてね、体調良くなったとかっていうお客様やっぱいるんですよ。やっぱそういうふうに変えていく、いかに解毒できる力をつけるかっていうことが、大事になってくるということですね。で、現状としてはその安全であるっていう人もいるし、放射能に対してね、そして、危険だっていう人もいるんですけど、どっちもやっぱ見ていく必要があると思うんですね。ただ現状は、汚染っていうのはさっきねいろいろデータ見たように広がってますし、終わってないという認識は多分必要だと思います。で実際にですね、これ芸能人の人が結構がんとか、突然死ってしてる人多いですよね。だからそういう芸能界を見ていくと結構今の現状がですね分かるっていうのがあるんですよ。で実際に甲状腺がんとか、あと、心臓での病死っていうのが増加してるって言われてますし、チェルノブイリを見てみると5年後ですね、やっぱ5年後なんですよ、キーポイントが。か4年後、子どもの その小児がんのリスクが、10倍から20倍に跳ね上がってるんですね。だから2011年の3月11ですから、だいたい2015年、来年ぐらいからですよね、16年にかけて、ちょっと報道がちゃんとされるかどうかは分からないんですけども、潜在的にはここら辺から、もう増えてくるのは多分、本当はね、そんななってほしくはないですけども、現状としてはあるだろうというふうに思います。でそのためやっぱり僕らってちゃんと知識知って、対策していかないといけないんですね。でも食品 その農薬の問題とかね、いろんな添加物の問題もありますし、あとは、医療の問題ってやっぱあるんですよ。こういう、人殺し医療ってちょっと過激な、ね、タイトルですけれども、実際多分皆さんも聞いてると思うんですけど、 CT スキャンとか、バリウム検査、胃のバリウム検査とか、乳がん その検査のマンモグラフィーとかね、マンモグラフィーは意味がないって言ってる人もいますよね、全く意味がないとか、レントゲンで、こういったものは基本的に、放射線被曝やっぱり若干してるんですね。これを医療被曝っていうんですけど、だから福島の原発じゃなくても僕らは日常的に医療で、被曝してる。でこれをどんどん検査ということで被曝してがんになってる確率も何パーセントかはやっぱあるんですね。ここからがんに行ってしまうとがんのリスクが増えるんですよ。でプラスここの医療機器っていうのは、だいたいやっぱ電気を使うので電磁波ですよね、電磁波の問題もあって、ですからそういうふうに見ていくとやっぱりいろいろ問題はありますし、今セシウムとかね、ヨウ素っていうのが一般的に言われてるんですけど、
放射性物質ってこれだけじゃないんですね。セシウム、ヨウ素以外にも、キュリウムとかね、プリウムとか、なんかいろいろ、プルトニウムとか、ストロンチウムとか、キノセンとか、トリチウムとか、テルルとか、いろいろあるんですよ。で、こういった問題もやっぱありますので、こういったね、細かい放射線はもう測定されてないわけですから、そういったものも、広がってると思った方がいいわけです。で、そのために、さっき言った、食を断つ、まあ、断食、あるいは、消食ですね。っていうのは一つ手段なんですね。消食にするだけで、体がこうすっきりしたりしてきますので、実は非常にいいんですよ。そしてあと外面的にするとしたら、体を強制的に温める、サウナとか、あと、まあ、ここら辺ではちょっとあるのかわからないですけど、酵素風呂ってよく聞きますよね。これもやっぱ解毒にはいいんですね。体の解毒だから、もし酵素風呂、名古屋とかねあるんですけど、そういったとこに、もしあれば酵素風呂っていうのを体験してみるのもいいかもしれないですね、で、これは別に放射線とか云々じゃなくて、体の解毒という意味でね、やっぱりいろんな毒素って僕らどうしても溜まってきますので、定期的に体を解毒するっていうのは考えていった方がいいのではないかなと思いますね。で、じゃあ実質的にね、じゃあどう対策していけばいいのかっていうことなんですけれども、基本はやっぱり食べたもので僕たちはできているっていうことを考えたら、一番は、食事なんですね。もう当たり前ですよね。食事を、整えていくっていうのが一番の、対抗策なんですね。で、これで有名なのが、放射能の話になるといつもね出てくる秋月達一郎さんっていう人がいて、死の同心円っていう、ちょっと本今日ごめんなさい家に置いてきたのであれなんですけど、死の同心円っていう本があって、これご存知ですかね。秋月さんって知らないですかね。知ってる方もまあいるとは思うんですけれども、秋月さんっていうと、これ長崎の原爆の時ですね。長崎の原爆の時に、浦上第一病院っていう病院が、原爆落ちた地点から1800メートルのところにあったんですね。原爆落ちた地点から1800って、まあ、1.8 キロですから、もう本当近いところですよね。で、ここで被爆してしまったわけですよね。ところが、この人たちは、ここの病院の人たちっていうのは、病院の、まあ、職員さんとか含めて全員が、生き残ってるんですね。で、じゃあなぜ生き残ったかっていうと、それがですね、その秋月さんが食塩ミネラル療法っていうのをしてたからなんですよ。で、これどういうことかっていうと、非常にシンプルで、秋月さんはどう言ってるかっていうと、食塩、特にそのナトリウムイオンは造血細胞に不活力を与える、食塩ですね、本当の食塩、生成塩じゃなくて自然塩ですね、それは、細胞、造血細胞に不活力を与えるものだと。そして逆に砂糖は、造血細胞毒素だと。砂糖は造血細胞にとって毒素になると、良くないって言ってるんですね。で、玄米飯に塩をつけて、握りなさいと。そして辛い濃い味噌汁を毎日食べなさいと。で、砂糖は絶対に、いかんぞと。砂糖は血液を破壊するぞっていうことを言ってるんですね。で、これが一番シンプルな食事療法ですよね。玄米、そして本当の塩、そして、砂糖をやめる、白砂糖ですね、砂糖のその白砂糖、これをやめる、シュガーカットですね、とあと味噌ですね、発酵食品、これがベースになると思います。で、これ別に放射能だけじゃなくって、別健康になるためにも非常に優れた考えというかね、非常にシンプルな理論ですけども、食べ物は体は食べ物でできているということで言えば、玄米、まあ、これも本当はねちょっと発芽さすっていう方がいいんですけど、発芽さして、発酵玄米にする、そして塩を、自然塩を取る、で味噌、本当の発酵食品を取る、白砂糖をやめる、これを続けていけば、ある程度、いろんなものが来ても耐えうる体に、していただくことができるということですね。で、プラス、そうですね、発酵食品とか、また後でちょっとねプラスアルファ言いますけど、これがまあベースにしていただくっていうことでいいんじゃないかなと思います。で、玄米無理な方は、雑穀とかね、
あるいはぶつき米にするとかでもいいですし、できたら白米は食べない方が、食べないというか白米じゃなくぶつき米にするとか、雑穀にするとか、まあ、五分ぐらいにできたら一番いいんですけどね。ちょっと五分だと色が変わるので嫌だっていう人ね、やっぱりいるかもしれないんですけど、五分ぐらいで大体その、胚芽の部分が若干残るっていうことなので、そういう意識をしていただくといいと思います。だから食事をベースに意識してこれから過ごしていく人と、何も考えずに今の現代食をしていく人と比べたら、やっぱり5年10年したらもう多分決定的に差が出てくると思います。でもすでに出てますので、だから実際こういったことは大事だと思います。でただですね、それだけじゃないんですよ。食事だけではないんですよね。でこれがまあ不思議というか、面白いなと思うんですけども、チェルノブイリの事故でロシアの科学者がいたんですけど、ロシアの科学者が、この人がですね、この人たちですね、科学者たちが、そのチェルノブイリの事故、原発事故があった後ずっとデータを取ってたんですね。でその時に、非常にですね、線量の、あの放射線のね、線量の高い地域は、当然ね、何十キロまではもう避難しないといけないということで、政府が強制的に避難させたんですね。ところがですね、60代70代ぐらいの人たちっていうのはやっぱりその自分の住んだとこがいいと、住んだとこで、ずっと暮らしたいっていう思いがやっぱあって、60代70代ですね、特にこの人たちの一部はですね、また元に戻ったんですよ、危険な地域に。そしてそこで、ずっと生活したと、ね、で普通考えたらそんな戻ったらですね、もう汚染されまくってるわけですから、普通ではいられないはずですよね。ところがですね、でその実際、放射能 その検査とかですね、検査するあれを持っていくと、もうすごい音が鳴るんですね、ビリビリ。でもこれはダメだっていうことで、そういう地域なんですけど、この人たちは戻って生活してたと。そうしたらですね、どうなったと思います？で何やってるかっていうと、そこで農業やって、井戸水すくって、水をあげて、でその井戸水を飲んでるわけですよ。で普通できますかね、そういう地域、福島の例えば何キロ圏内に入ってそういう生活しようって言ったらできないですよね、僕ら怖くて。でもその人たちは、その地域でやっぱ住みたいということで、もう関係なく住んだわけですよね。そしたところ本当不思議なんですけれども、自分たちのその排泄物も全部また畑に返して、でそれで植物を育ててやってたらですね、まあ普通何年かしたら病気で死ぬと思うんですけど、全員元気なんですね。で野菜とかもね、そこで取って、豆とか取ってスープにしたり、いろいろ煮込んだりして料理してるわけですよ。つまり他から野菜とかを取り入れてるんじゃなくて、もうそこでできたものを、作って自給自足的な生活をしてるんですね。それでも、病気にならないんですね。でこれが不思議なとこですよね。なんでだと思います？でしかもですね、息子さんとかは、かなり離れたところに住んでるわけですよ、避難してね。でもそこの地域の人たちは、低線量なんですけど、白血病がんが結構出てきてるんですね。そういった病気で苦しんでるわけです。でもここの人たちは、全くそんなこと関係なく元気で、暮らせてると。データだけ見たらありえないんですね、この現象っていうのは。でもそういった 現実があるっていうことですよね。だからやっぱりそう見ていくと、その食事だけじゃないんだなって、まあ、すごく思うんですけど、何か目に見えない力っていうのが作用してるわけです。でこれを、まあ、分かりやすく言ってくださってたのが、まあ、この本に書かれてたことなんですけど、波動 その法則っていうものがあるそうなんですけども、だから波動って何かっていうと波の動きですよね。つまり目に見えないですね、動きなんですね。目に見えないその波動、この人は波動が、まあいいとか悪いとか、まあ、波動ってよく言いますよね。その波動っていうのが実は関わっているということなんですね。でじゃあ結論から言うと、この人たちはなんで元気で生きれたかっていうと、自然の恵みにですね、感謝しながら生きていたっていうことなんですね。まあ、これだけなんですよ、考えられることとしては。他、何もないんですね。何かその人たちが特別に強い体を持っていたとか、そういうことではないわけです。普通の人たちなんですね。でもなぜ生きれたかっていうと、この足立さんは
いろいろ見ていく中で気づいたんですね。この自然の恵みに感謝しながら生きていると、これがですね、実は放射能にも負けない、ね、状態になってたんだっていうことですよね。で、放射線っていうのは通常やっぱり、ね、よく現実的に見たら本当良くないんですよ。放射線がいいっていうのはありえないんですね。で、これとですね、ホルミシスはちょっと違いますので、それはちょっと別に考えていただきたいんですけど、よくあの放射線量、少量浴びたら体元気になるって言いますよね。あれはその自然の出てる放射線、自然から例えばラジウム温泉とか、温泉浴行って元気になるっていうのは、その自然の岩石とか岩盤から出てる放射線ってあるんですね、微量の。あれを適度に浴びるっていうのはやっぱ体が活性化するんですね。だからそれはいいんですけども、こういった原発の放射線っていうのは全くやっぱその人工的なものですので、これは、現実的に考えても良くないわけです。で、こういったものを浴びてる野菜とかっていうのもやっぱりどう考えてもいいはずがないんですね。ところがこれを、人が取り入れて、別に何ともない人がいる。でもあのダメな人ももちろんいいんですけど、何ともない人もいるし、ダメな人もいると。で、その差は何かっていうと、もう結論言うとやっぱこの感謝っていうことで分かるように、人の意識なんですね。意識によって実はね、強い体にもできるし、負けてしまう体にもなってしまうっていうことですよね。で、この人たちっていうのはもう何十年もその土地で過ごして、その土地のやっぱり土とか作物に感謝して、生きてるわけです。その生活をしてて、やっぱそれ戻ってからもそういう同じ生活をしてたので、結局元気なんですよね。病気にならないと、で、非常にロシアの科学者が不思議に思ってたんですけど、足立さんっていう方はあのそういう原因だっていうことをですね、突き止められたんですよね。で、僕もそうだと思います。やっぱその意識が関わってるっていうことですよね。だから、こう人がいたとしたら、周りの環境が、どんなにですね、こう悪いものばかりでも、このね、自分の本体が非常にいい状態で、調和してれば、こういったものを取り入れても調和した状態に、波動の法則で変換しちゃうんですね。振動数を変換してしまうんですよ。そして悪いものを取ったとしても、それを自分の方がね、波動が強いのでいい状態に変えていくんですね。だからこれが、科学的なデータとかではもう説明しきれない現象なんですね。で、この人たちの調和の取れた人たちが排便しますよね。便を出す。で、その便も調和取れてますから、それを土に返すことによって土がだんだんと、いい状態になっていくわけですよ。で、これ、ね、あの説明してもあの信じられない人は信じられないと思うんですけど、でも実際そういう現象があるんですね。で、ここにはもっと言うと、おそらくですね、微生物が関わってるんですよ。だいぶ前に放射能のそのセミナーって僕何年か前にしたんですけども、その時の結論としては、放射能対策には一番、最終的には微生物っていうね、結論だったんですね。微生物が、救うと、微生物が変えるっていうことだったんですけど、やっぱこれもそうなんですよ。人間の、微生物、便の持ってる微生物、そういったものが、いいものに変えていってくれるわけです。だから目に見えないものに対しての、その意識っていうのすごく大事だと思うんですね。自分のこうしてる今も実は微生物がね、自分の周りにうようよいるわけですよ。見えないですよね。でも実際いるんですね。だからそこに対してやっぱり感謝するっていうかね、ありがたいなって思うことはすごく、それだけでも自分を守ることになるんですね。で、病気ってじゃあなんで起こるかっていうと、これ本当面白くてですね、面白いっていうか言い方があれですけど、病気は何かっていう、原因は何かっていうと、もう本当はっきりしてて、この波動の法則っていう本でもね、おっしゃってることなんですけど、もうあの 他でも言われてるんですけど、 この字の通りなんですよ。漢字ってすごいですよね。気が病むっていうことなんですよ。気が病んだ状態が、病気なんですよ。つまり病気の原因っていうのは気から起こってるんですね。で、気ってこれ見えますかね。見えませんよね。見えないとこから起こってるんですよ。つまり病気の原因って何かね、悪いものを食べたとか、悪いものを食べ続けたっていうことよりも、根本的な原因は見えないものから起こってるんですね。で、これが見えないもの、気っていうのは、言い方としてはいろいろ波動とかね、言えると思うんですけど、波動とか、なんでしょう、プラーナとか、なんかいろいろ言ってますけども、そういったとにかく見えないものから起こってるっていうことなんですね。だから、特にですね、僕たちの気持ちがすごく大事なんですね。気持ちと意識、
例えばですね、放射能に対して心配とか不安ばっかりしてる人、やっぱこれはね、僕らが関西にいるからね、こういうこと言えるかもしれないんですけど、やっぱ福島の現場にいたら、ね、こういう現状してたら、やっぱりこう普通ではいられないですよね、多分ね。で、心配不安とか常にいる状態とか、やっぱ感情がですね、体を悪くしていくんですね、ダメージ与えちゃうんですよ。だから、もう放射能全く関係ないって気にしてない人の方が、いろいろ情報を取って気にしてる人よりも元気だったりするんですね。で、心配不安とかいろんな感情っていうのは体に、特に細胞にダメージを与えるんですね。だからどういう感情を普段持ってるかってすごく大事で、それがですね、分かりやすく書かれてたのがこういう本があるんですけど、倉本天外さんって言って、で、これね、1万円するんですよ。びっくりしちゃってですね、本で1万円ってありえないんですよ。で、ちょっと買うのかなり勇気いったんですけど、非常にこれ、いいんですけど、ここに載ってるんです。感情と臓器の関係って言って、感情はね、臓器に影響を与えちゃうんですよ。だから、どういう感情を持つかってすごい大事で、心配不安の感情ばっかり持ってる人っていうのは、これどこに影響を与えるかっていうと、一例としてね、心配不安っていうのは、特に食道とか腎臓とか胃腸関係にダメージを与えていく。だから常に放射能のことを心配して不安して、あ、大丈夫かなっていうことで思ってる人の方が、実は体は痛みやすいということです。免疫も当然落ちますし、だから あんまりこういう感情を持たない方がいいんですね。あるいは、怒りもそうですよね。怒りの感情、これは、よく知られているように肝臓ですね、そして胆のうで、女性でいうと、子宮に影響を与えるんですね。だから怒ってばかりいる人っていうのは、あるいは怒りばっかり抱いてる人っていうのは、子宮系を痛める、ダメージ、病気になるっていう可能性があるっていうことです。で、そう考えたらね、やっぱ見えないとこから病気って起こってるんですね。まさに気が病んでる、気っていうのは見えない部分、そういう気持ちとか意識の部分から起こってるっていうのが分かるわけです。恨みも良くないですね。誰かに対して恨みってもし持ってたら、捨てた方がいいですね。ずっと持ち続けると、自分が損します。で、例えば恨みは何かっていうと、神経系とか腰痛が起こってきた、誰か恨んでませんかとかね、あるいは呼吸器系、便秘を起こしている、あるいは皮膚、肌のトラブル、これは、恨みという感情が関わっている場合がある。これ全てじゃないでしょ。腰痛だから誰か恨んでるってわけじゃなくて、そういう場合があるっていうことですね。だからそういうことを見ていくと、非常に面白いっていうかね、体っていうのは全部つながってるんだなっていうことを感じるわけですよ。だから、そういうふうに見ていくと、結局ですね、自分の内側の意識とか気持ちっていうのがすごく大事っていうことが分かりますよね。人体があったら、その内側の気持ち、そして何を食べるか、食事ですよね。これが大事。そしてもっと大事なのが、もっと大事というか、それと同時に大事なのが、外側の、外側です。ここの部分が大事なんですね。僕らってなんか自分の中だけで健康を維持しようとするんですけど、健康っていうのは、人体と外の空間と全部連動してますから、だから外の空間も非常に大事なんですね。つまり中と外が、調和すれば病気になりにくいということですよね。がんっていうのはですね、素粒子でいうとね、その、原子核っていうのがあって、一番細かく見ていくと原子の中に原子核があって、その中に陽子と中性子があるんですけど、波動的に、その量子力学的に見ていくと、がんっていうのは陽子の歪みとかね、ここの部分の歪みから起こってるんですよ。だからもう本当に見えない部分からの歪みが体に影響を及ぼしてるっていうことが分かってきてるんですね。だから、ここの自分の中だけじゃなくって、外からの影響ってやっぱ常に受けてますよね。環境常に影響を受けてますので、外の状態も同時に良くしていく必要があるということです。外との一体感というかね、だから外っていうことは分かりやすく言うと環境ですよね。どういう環境に普段身を置いてるかっていうのがすごく大事で、この環境がね、例えば放射線がたくさん出てるところとか、電磁波まみれのところであれば、これは常に体がストレスを受けてるっていうことですよね。常に外からストレスを受けてる。僕らはあんまりね、電磁波とかって感じないかもしれないんですけど、やはり影響を受けてるわけです。で、それで、家にその
例えば鉄塔が近くに立ってて、なんか知らないけど家にいると塞ぎ込みがちになると。でよくよく見たら近くに鉄塔立ってたと。でそれが原因だったとかっていうことあるわけですよ。だから外と の環境も大事なんですね。でこの環境を変えていく一つの手段として非常に有効なのがマイナスイオンなんですよ。これを取り入れるというか、環境の中にマイナスイオンを満たしてあげる。でこれは例えばですね、森林浴とか、地場のいいところ、神社とか仏閣とか行くと非常になんかこう清々しい感覚ってありますよね。これが、まあ、いわばマイナスイオンが満ちている状態ですね。滝の周辺とか、山登りしてその空気の良さ感じる、これがマイナスイオンなんですよ。だからその状態であれば僕らはストレスを受けにくいんですね。でそれを家の中に持ってくればいいんですけど、例えばそのご案内で紹介しているあのリオっていうね、家の中を全部空間をマイナスイオンにしてしまうというね、まあ、こういうものがあるんですけど、これを配電盤にポンと貼ると、それで電磁波の流れが全部中和されて、いい電磁波に中和されて変わっていくと。だからまあ、僕もね初め半信半疑だったんですけど、実際お客さんがつけていただく中で、電磁波の過敏症の人とかが いらっしゃって、パソコンしてたのが頭痛いのがですね、それが、なくなったとか、あと冷蔵庫に電磁波をすごく感じてたのがこれつけたら、その嫌な電磁波がなく感じなくなったとかね、やっぱ実際そういうのが体験出てるので、僕はあんまり感じない方なんですけど、そういうお客さんからのね実際の声で、やっぱりそういう影響っていうのはあるんだなということですよね。だからそういうので空間っていうのはすごく大事です。そしてもう一つ中の意識ね、この気っていうのがすごく大事で、中が常にイライラ状態とか良くない状態だといけないんですけど、例えばねこれ非常に分かりやすい例で言うと、人がいてここがいて、常にですね、例えばもう放射能があると、で、電磁波があると、あの人はいつも文句言ってると、でこういうつまり周りはですね、なんか常にね自分は、被害者だっていう感じですよね。周りは全て、敵、なんかこういう心境って分かります？なんかあの人は悪口言ってるんじゃないかとか、常に周りがですね敵に思っちゃう人っていますよね。電磁波が常にあるんじゃないかとか、まあ、パソコン近かったら、あ、ここから電磁波出てるんじゃないかって感じてしまう、周りを全部ね、敵に思っちゃう人と、もう一つ、周りすべて味方、味方ね、周りはすべてですねいい波動が出てると、ね、思いながら過ごしてる人と、どっちが健康になれると思います？ね、分かりますよね。まあ、明らかにこっちが健康になるのはもう目に見えてるんですね。よくですね勉強しだすと一つ陥りやすい罠が、もう周りって悪いもんばっかりじゃんと、ね、魚も食べれないし肉も、添加物まみれだし、食事ももう放射能まみれだと、食べるもんないじゃないかって、常に周りはもう敵しかいないみたいな感じで思っちゃってる人いるんですけど、これは非常にですね、これ実はもったいなくって、そう思うこと自体が自分の体にダメージ与えてるって分かりますかね。常に周りが悪いもんばっかりだって思いながら、勉強すると確かに、ね、知識が増えるので、放射能もうこれひどい状況じゃないかって分かるんですよ。でもそれでね、そういう間に受けてもう悪いもんばっかりだっていうふうに思いながら、何とかしようと思って過ごすと、これすごいストレスになるの分かりますよね。でこれは体痛めるんですよ。だから気にしすぎるのも良くないんですよ。このバランスですよね。周り全て敵って思うと、それだけでストレスになっちゃうわけです。で結局、脳波的にどうなるかっていうと 16Hz になるんですね。 16Hz っていうことは、これ非常にイライラした状態、なんかこう常にですね、自分は、外から攻撃されてるんじゃないかと、ね、世の中もう戦争ばっかりじゃないかとかね、そういう悪い方にばっか焦点やってちゃう人っていますよね。でも本当は戦争って一部で起こってるだけですよね。その他平和のとこいっぱいありますよね。だからそっちに焦点合わせた方が本当はいいわけですけど、どうしても、悪い方に焦点合わせちゃう人っていうのはやっぱそっちに焦点合わせるんですね。これが悪い、あれが悪い、この食べ物が良、くない、これ食べたら、白砂糖たくさん入ってるとか、もう悪い方にばっかりいっちゃう、これは本当に良くないわけです。自分にとっても良くない。で、
どうなるかっていうとね、細胞がこういう状態の人っていうのは細胞が、ギュッと閉じちゃうんですね、ギュッと閉じるっていうことは受け入れないわけです。だからいいものを取っても、入ってこないんですよ。で逆に、常に周りが味方だって感じているとどうです、どういう心境になります。周りが全て、満たされて、自分はですね安心した状況に置かれているって思うとどうなります。非常に安心感とか、まあ、安らぎとかありますよね。でこういう状態で過ごしている人っていうのは非常に自律神経が安定していい状態になっているので、細胞がこうふわっとこう緩むんですね。いい意味で緩むんですね。だから、いろいろですねいいものをとっても受け入れるっていうことですよね。でこの人たちっていうのは7から14ヘルツの、脳波になっているわけです。これはアルファ波って言って非常にいい脳波の状態なんですね。だからできたらこの状態に、初めにまずなっていただくのが一番いいわけです。だから気にしすぎて不健康な人と、全く、食事とか放射能とか気にせず元気な人っていますよね。で一生懸命勉強している人はこういう人が許せないんですね。あの人なんで何もしないのに、元気なんだということで怒るわけですよ。でそれでまた自分ストレス溜めてるんですね。だからやっぱそういうふうになると本末転倒なので、そこら辺をねちょっと、まあ、皆さんは多分大丈夫だと思うんですけど、そういうふうにならないようにした方がいいということです。でこの状態に、常になるにどうすればいいかっていうとね、一ついい方法があって、これ僕よくやるっていう毎日やってるんですけど、非常にですね精神が安定する方法があって、それはどうするかっていうと、これワークなんですけど、まあ、ワークというか練習なんですけど、自分がね、今座ってるとこありますよね。座ってる、まあ、家でね例えば座ってるとしますよね。そしたら周りに、いろんなものがありますよね。まあ、これパッと見たら本があったり、この白板があったりですね、こういうペンがありますよね。でこのものがですね、目を軽くつぶっていただいて、この周りの自分の身近にある周りのもの全てがですね、まあ、実際は本当はね意識を持ってるんですけど、意識というかその、周波数的には持ってるんですけど、その周りのもの全部がですねこういう、ニコニコした状態で笑ってる状態で、あなたを見てると、わかりますかね。ものなんですけど、このものみんながですね、自分がここにいて周りから、愛されてる、愛されてるっていう波動を送られてるってイメージするんですよ。これ本当にイメージだけでいいんですけど、自分の目の前にあるものをこうバーッと見ていって、で目をつぶってそれら全てがこう愛の波動を送ってくれてるっていうイメージをね、これ本当 1,2 分とか、まあ、せいぜい5分ぐらいでいいんですけども、2分から5分ぐらいちょっと目をつぶってやっていただくと、ちょっとこうふわっと精神が緩むんですね。で自分が、光に包まれてるって感じですよね。光にこうバーッと包まれてるっていう感じになると、非常に精神が安定するし、周りとの、全体との調和も取れていくんですね。これ愛されワークって言うんですけど、自分がこう愛されてるって感じられない人ってやっぱいるんですよ。自分はなんかこう嫌われてるんじゃないかとかね、そういう人には特におすすめなんですけど、愛されワークとか、まあそういうワークなんですけど、非常に僕的にはいいなと思ってやってることなんですけど、非常にいいです。だからもうねやることやっとけば大丈夫、まあ、最終的に結論言うと、やることやっとけば、やることをやると、ね、できることを今やると、まあ、食事でもね全て完璧にすることはできないけど、例えばお味噌をいいものに変えるとか、できることをやる、でそれで最終的に大丈夫っていう心境が一番大事なんですね。これやって大丈夫かなとか、これはやったけどまだなんか足りないんじゃないかって思うよりは、やることを自分が今できることをやって大丈夫っていう心境になることが一番大事なんですね。なぜならそれがですね細胞を一番いい状態にするからですよね。でその細胞がいい状態になったら、少々の敵が来ても、跳ね返す力持ってるんですよ。さっき のチェルノブイリで60代70代の人がね、なんでそういう危険地域で元気でいられるかっていうと、もう自分たちはやっぱり周りと調和してるって意識があるわけですよ。だから、非常にいい状態でいられたっていうことですよね。まあちょっとなんか精神的な話になっちゃったんですけど、でも非常にねこういう見えない部分って大事なんですね。そしてちょっと最後にまとめてみますとですね、だから知識っていうのは必要なんですね。
やっぱ放射能のことも、何も知らないで、知らなかったら対策できないですよね。対策できなかったらやっぱり知らないうちに電磁波にしても浴びてるわけですよ。だから、やっぱり知る必要があるんですね。情報を知る必要があるんですけど、それであとは大事なのは、やることやって大丈夫だっていう心境になることなんですね。それで5年10年したら差は出てきますから。ちょっとまとめてみますと、まず、食べること、これをもう一度ちゃんとされてるとは思うんですけども、見直していただくということですよね。そしていろんなものが今出回ってますので、できるだけですね、やはり、いいものに、変えていく。例えば野菜買ったとしても、どうしても放射能がかかってないか、農薬かかってるかっていうと、完璧にね、無農薬のものって少ないわけですよね。だから、そういったものを、処理するっていう意味で、こういうのが非常にいいんですけれども、こういうカルクリーンって白い粉末なんですけど、これ何かっていうと、ホッキ貝っていう粉末があるんですけどね、これ強アルカリ性で、その付着した農薬とかいろんな悪いものを引き剥がす力があるんですね。そしてプラス、ゼオライトっていうのが入ってます。ゼオライト、これは聞いたことあるかもしれないんですけど、チェルノブイリの原発事故の時に、その放射性物質の処理とかに使われてた、あるいは土壌に撒いて、吸着するのに使われてたんですけど、ゼオライトっていうのが、これ鉱石なんですけど、それを入れてます。だからホッキ貝とゼオライトの力で、その食品とかについた、変なもの、農薬とか化学肥料とかを引き剥がす力があるということです。だからこれにこれスプーンがちょっとね違いますけど、こんなスプーンが入ってます。だからこれで、1杯ぐらいでいいんですね。それで2リットルとかOKとか何でもいいので、それに、入れていただいて、使い回し1日だったらできますので、その間野菜を、買ってきた野菜を入れつけとく、何分かでいいです。5分か10分以内でいいですから、あんまりつけすぎるとね、栄養も溶け出すのであるんですけど、つけとく。そうすると、特に農薬とか化学肥料がかかっているものは、結構ベトベト、なんか変なの出てきます。色がついたりで、ちょっとねやってみたんですけど、分かるかどうかあれなんですけど、なんか変なの出てるの分かります？これつけてみたんです。これ実は、原農薬のなんですよ、うちで扱ってる。でもそれでもやっぱこういうのが出るんですよ。いや、白いのというかね、この水に出てるの、ちょっとなんて言うんでしょうね、やっぱり農薬、完全無農薬じゃないので、どうしてもこういうちょっとした、ものが水に浮いてるの分かりますかね。で出てくるんですよ。だからやっぱこういう前処理っていうのはすごく大事で、取り入れる前にできるだけ余分なものを排除する、でそれは処理簡単にできるので、こういったもので使っていただくといいと思います。でこれは天然の 100% 天然の除菌剤なので、これ自体が悪いってことは全くないですね。これ自体がクリーンなものなので、これを、逆に言うと飲んでもいいぐらいですよね。取り入れて、飲んだらダメなんで、ダメっていうか、普通はそういう食品に使っていただくださいっていうことなんですけど、それぐらいの力持ってるので、そういったものをやっぱり活用して自分の体を守るっていうことですよね。そういうのをしていただくといいかなと思います。で、できるだけその処理をするということと、それから、安全性に気をつけたもの、安全性のものをやっぱ取り入れていくっていうことですよね。そしてさっき言った、玄米と、味噌と、お塩もね、いろいろありますけど、こういうビオソルトですよね。ヒマラヤの、高いところで取れた非常に還元力の高い塩ってありますので、こういったものを使っていただくと非常にいいと思います。外食した時なんかはこれ常に持ち歩いてるんですけど、もうこれを振りかけていただく。そうすると、悪いものが還元されて、いいものっていうか中和されるわけですから、非常にいいものになります。だからたまにやっぱ僕も外食することもね、やっぱゼロではないので、そういう時は必ず持ち歩いて行ってます。でちょっとこうコーヒーとか飲む時もこれ入れてやっているんですけど、非常にいいと思います。そして、肉体に関しては、さっき言った解毒力をつけるということです。で解毒力の最大のポイントは腸です。腸を浄化するということですね。
腸が免疫の7割8割ぐらいの、パワーを持っているので、腸をきれいにするっていうのが大前提だから、断食とかファスティングは腸をきれいにするのでいいんですね。でさっきのレンコンもそうですよね。レンコンとか、酵素とかそういったもので、できるだけ、抗酸化っていうことを意識する。つまりサビを取る、放射能っていうのはサビさせる、体を急激に酸化させるので、それに対抗するには抗酸化のものを取るということです。食べ物でいうと、1日1個のリンゴ非常にいいです。さっきの鶴見さんの中にもリンゴとか、みかんのことを書かれてるんですけど、みかん非常にいいと、でリンゴもいいですよっていうことを言ってます。みかんはですね、皮を剥かないで房の部分ありますよね、あそこが、非常にいいんです。あそこが血糖値を下げる作用があったり、だから皮ごとって外の皮じゃないんですよ、中の袋の部分、これを剥かずに食べるってことね、普通のみかんであればリンゴ、みかん、それと、抗酸化のものですね。僕がおすすめしているのは、水素、そして、酵素、3つの素ですね。で、ケイ素も解毒力は非常にあるので、こういうただの液体みたいに見えますけど、こういったもの毎日取ることによって解毒力が非常につくっていうわけですね。そして、この若杉のおばあちゃん知ってますかね。有名ですよね、今非常にブームっていうか、本もたくさん出てるんですけど、この方が、旦那さんががんにかかった時に、がんから一度ね生還させてるんですね。でその時の食事がやっぱり玄米とですね、お味噌と、そして、お味噌汁と、普通の塩と、あと取ってたのが玄米の黒焼きと、マコモ茶、これを食べさせることで、きっちりがんを回復させてるんですね。ただその後、旦那さん、その若月さんの旦那さんは、良くなったって言って、でまた元の食事に戻っちゃって、で結局、それが原因で悪化して亡くなっちゃうんですけど、ただ一度復活させてるんですね。その時の食事が玄米の黒焼きっていうのは、玄米を黒くいっちゃう、でもこれ作るの難しいですから、自分でするとかなり大変なんで、それに代わるものとして、このブラックジンガーっていうのが非常にいいですね。これも玄米の炭焼きですね、ブラックジンガーね。これコーヒー感覚で飲めますので、こういったものをうまく活用していただくといいと思います。で若杉さんの おすすめしたマコモ茶、これがね非常によくって、マコモって初めよく僕何年か前知らなかったんですけど、マコモが結構ブームで、非常に血液の浄化力があるっていうふうに言われてるんですね、マコモ茶で、これを食べることによって血液を浄化してくれる、だから血液が浄化されると免疫力が上がるっていうことで非常にねいいみたいです。でこれ非常に飲みやすいです、マコモのお茶なので、緑の粉末なんですけども非常にいいと思います。であと、腸を浄化するっていうことでいうと、ここの食物繊維をねしっかりとる、鶴見さんっていう方が食物繊維の大事さっていうのをねちょっとおっしゃってたので、やっぱり大事だと思います。で結構それでいいなと思ったのが、こちらのヘンププロテインってあるんですけど、これは麻の実を粉末にしてるんですけど、良質のその食物繊維と良質のタンパク源が摂取できるということで、僕もちょっと毎日取ってみてるんですけど、非常に便の量がやっぱり増えるっていうのが実感としてあるので、腸の浄化にすごくいいと思います。そういったものをうまく活用していただいて、肉体をちゃんとね解毒できる力をつけていただくっていうことですね。それでもう本当にね何もしてない人と比べたら雲泥の差が出てきますので、そういった本当ちょっとしたことのできることを積み重ねるっていうことですよね。そして肉体と同時に外が、非常に大事って言いますけど、環境ですよね。環境が非常に大事なので、できるだけいい空間を作るっていうことですね。そのためにマイナスイオンを取り入れる。でこれはもうちょっといろいろね、例えば空気清浄機でマイナスイオン出るものとかもあるので、そういったものでもいいと思います。とにかく環境を、自分のできるだけ長くいる空間ですから、家とか、仕事場であれば仕事場を、いい空間にする。で、今んとこ僕はこのリオが一番いいかなと、手前味噌であれなんですけども、リオというこの、プレートというかね、さっきのこれがマイナスイオン空間にしてくれますので、
なんとなくいい空間ですよね。一応言っとかないと、ね、まああのあれなんで、まあ、ただ実際あのいいなと感じて、僕自宅と、この店につけてるんですけど、なんかこうリラックスできるというか、非常にあのいいなというのは実感としてはあります。なのであのそういったものでできるだけ、整えていただくということですね。だからまあここら辺をしっかりして、最後にあの意識ね、ちょっとあの途中お話ししてましたけど、意識、これがもう本当大事なんで、意識ありきですよね。この意識が大前提としていい状態であること、そのためにさっき言ったその身近なもので愛されているっていう感覚を、持っていたこと、これ非常にあのいいと思いますので、別に物じゃなくて、家族の人もそういう目で見てるとかね、そういう感覚でやっていくと本当にあのいい状態に変わっていきますので、やってみてください。で最終的には自分自身が、もう安心感というか、やっぱそういう状態で常にいることが、最も放射能対策にもなるし、電磁波対策にもなるわけです。で電磁波の話ちょっとねあんまりごめんなさいできなかったんですけれども、電磁波に関してはもういろんなとこで言われてますので、何度か話してきたようにやはり電磁波って実際もあるので、それをいかに取っていくか、でこのリオはそれを、まあ家の中の電気製品に関しては解決してくれるので、これをやることでそのコンセントからつながっているものは全部電磁波を中和してくれているので、パソコンもそうですし、冷蔵庫とか、電子レンジとか、炊飯器とか、そういったものがいいものに変わっちゃうということですね。でこれも見えないので、なかなかね、そのデータも一応あるんですけど、なかなかその説明が難しいっていうのはあるんですけどね、まあ、ただ、それでもこう信頼してねつけてくださった方がやっぱそういう体験とか出てるし、節電効果もあると、実際うちでは今月は16% ぐらいですね。やっぱり節電効果は出てるんでね、まあ、家によって若干差は出るんですけど、 5% とかの時もあるし、そういう時もあるんですけど、ただ実際出てるので非常にいいんじゃないかなと思います。で電磁波に対してはやっぱりそういう何か、実際直接つけるっていうことであれば、このブロックタイプっていうのがあるんですけど、これは僕も使ってて非常にいいなと思うんですけど、パソコンとか使ってる方はこれをパソコンのとこに、これ使うんだったらここにポンと置いとく、でノートパソコンだったら開けたとこにポンと置いとく、それでもうあの電磁波カットほぼできますので、非常に安心して使っていただけると思います。でこれマイナスイオンが非常にたくさん出てるので、そういうのもいいと思います。で、まあ、冷蔵庫とかだったら貼り付けちゃった方がいいんですけど、パソコンとかだったら置いといて、また他のとこでもねちょっと使い回しができますので、まあ、ドライヤーとかもね結構やっぱ出てるので、そういう意味ではいいと。あとチップがちょっと今切れてるんですけど、チップもあります。もうちょっと安いのでチップもありますので、そういったものをつけていただいて、これは、カードですね。カードタイプっていうことで、特にあのスマートフォン対策に、非常にいいということで、こちらの、スマートフォンにはもう絶対つけてほしいなっていうのがこちらね。でスマートフォンは通常のそのガラケーっていう携帯の本当に10倍以上、出てますので、かなり強いです。で今スマートフォンっていうのが流行ってきてますので、やっぱりこうお子さんとかね持たせるときは、必ずこの携帯のその電磁波カットのやつは、してあげてください。これしてても、ちょっと手がしなんかこう違和感あったりあるので、完璧にはこれあの 100% は取れてないですけど、でも90何パーセントは取れてるので、そういう意味でしていただくのが非常にいいと思います。はい、まあ、ということでね、対策をしっかりしていけば、大丈夫だっていう安心感をね持っていれば一番いいと思いますので、そういうふうにしてみてください。